ノルウェーでもトヨタの EV が快進撃？皆さんはノルウェーが環境問題に意欲的に取り組んでいることをご存知でしょうか。ノルウェーでは脱炭素化に向けて年々電気自動車 EV への移行が進んでおり、今や新車発売の8割が EV とのことです。ノルウェーの環境意識の高さが伺えるかに思えるんですが、ここについては後でお話ししましょう。一方、日本が誇るトヨタも EV 車を開発していて、ノルウェーで販売を開始しています。しかし、様々な事情で全く売れず、その評価も最悪という散々なものでした。馬鹿にされるトヨタの EV 車。ところが、そんなトヨタがリベンジで売り出した車が、なんと、ノルウェーで販売台数2位という結果を叩き出したんです。一体何があったのでしょうか。今回は、ノルウェーでのトヨタの反撃について解説していきたいと思います。それでは行ってみましょう。ノルウェーは、1990年代初頭から、すでに、電気自動車 EV の普及を国民に推進していました。当時は、EV の選択肢が限られていたので、販売台数は伸び悩みましたが、2012年には、1万台の利用台数を達成。その後、販売台数は急速に増加し、現在では、世界最大の EV 普及国と称され、新車発売の約 80% を占める驚異的な数字となっています。一方、日本は2023年3月時点で EV の販売台数は全体の約 3.2% にとどまっています。これについてはいろいろなメディアで日本は遅れているだの、なんだの言われていますが、当チャンネルとしては別に問題だとは思っていません。理由についてはこの後お話ししますが、なぜ国によってこのような差が生じるようになったのでしょうか。実は、ノルウェーでは、政府が多くの推奨策を導入して、EV 購入を促進しているのです。まず、税制面での優遇措置があります。ノルウェーでは、2001年以降、EV の付加価値税 25% が免除されるようになりました。その結果、同等のガソリン車よりも、EV の方が経済的に優遇されるようになったのです。ガソリン車よりも EV の方がランニングコストが低いと言われたことも需要を高める要因となりました。さらに二酸化炭素などの排出量に対する追加料金もあります。多くのガソリン車やディーゼル車は排出量に応じて課税されるので、ガソリン車の購入には魅力がないんです。また、有料道路やフェリーなどの料金も EV 車両に対しては大幅な割引が適用されます。これらの割引制度は、将来的には、段階を踏んで廃止される予定ですが、ガソリン車やディーゼル車に対する課税を強化する措置については、継続される予定とのことです。確かに EV を選んだ方がお得なら、多くの人が、新車の購入時に EV を選ぶでしょう。このことから、ノルウェーでの EV 普及が急速に発展していることは理解できますね。また、ノルウェーでは、電力の脱炭素化の計画も進んでいます。ノルウェーでは火力発電の割合が総発電量の約 2% に過ぎず、日常の電力需要の約 95% は水力発電によって賄われています。水力発電のコストは低いため、電気料金はドイツの約3分の2程度で済んでいるそうです。さらに、街の至るところに急速充電設備が設置されているので、国民は他国と比べると EV を購入しやすい環境にあるようです。こうした様々な要因が重なることによって、ノルウェーは EV の普及が進んだ EV 大国となりました。ただし、急速な EV 普及の一方で、様々な問題も浮上してきました。それが、私が極端な EV 化に反対する理由でもあります。先ほど、充電設備が至るところにあると言いましたが、実際の EV の利便性は、比較的人口密度の少ない北部地域に限られています。南部地域は人口が多く、EV の増加により充電設備が不足しており、長期休暇などの交通量が増加する時期だと、大規模な充電待ちの状態が続きました。南部地域においては、高速道路沿いだけでも、日本の20倍以上にあたる20基以上の充電設備が設置されています。それにもかかわらず、まだまだ、
充電設備は不十分な状態なんです。EV をスムーズに利用するためには、もっと充電設備を増やすことが必要不可欠だと言えるでしょう。さらにもう一つ、深刻な問題が発生しました。それは電気料金の急上昇です。ノルウェーは水力発電によって電力を賄っていますが、発電設備は主に北部に集中しており、南部で消費される電力を完全に供給することができません。そのため、南部地域では他国から電力を購入しているのです。最近では、ウクライナ情勢や水力発電に影響を与える雨不足など、様々な要因が重なったせいで、ノルウェーの電気料金は過去最高を記録しているそうです。実際、EV を1回充電するだけで、約1万4千円もの費用がかかると言われています。ノルウェーは、もともと EU で、最もガソリン代が高いそうですが、それでも、ガソリン車の給油の方が経済的のようです。こうなると、税制の優遇措置も、あんまり意味をなさないと思います。さらに、2022年の冬に電力需要が増加し、一般家庭の電気料金は、12万円から13万円に上昇したと報告されています。物価が高い国であることは確かですが、このような高額な電気料金がかかると、家計に大きな負担をかけることになりますよね。ノルウェーは、北海油田から得られる豊富な石油、天然ガスによる収益を享受しており、これによって、BEV、電気自動車に対する特典が提供されています。つまり、石油の収入が、国内の EV 普及を促進しているのです。しかし、この石油は、海外で存分に使用されるため、ノルウェー国内では、二酸化炭素排出が比較的低く抑えられているとしても、地球全体の二酸化炭素排出削減には貢献していません。なんというマッチポンプ。おまけに、BEV の需要が過度に高まることによって、二酸化炭素排出量が増加する可能性もあります。ただでさえ、BEV の増加に伴う充電インフラの混雑や、不安定な電力供給による移動コストの異常な上昇などが問題とされているのに、環境にも全く優しくない。なんとも残念な話ですね。そして、国が EV 普及を進めてきたにもかかわらず、実際には EV 所有によって生活が不便になってしまっているというのがノルウェーの現状なんです。さて、一方で、トヨタの EV 車 BG4X がノルウェーで発売されました。トヨタはといえば、日本を拠点とする世界的な自動車メーカー。幅広い車種を製造、販売していて、車は海外からも高い評価を受けています。革新的な技術と信頼性の高い製品で、トヨタは日本国内外で広く知られるようになりました。プリウス、カローラ、カムリ、ラブ4、ハイラックス、ランドクルーザーなどがその代表例ですね。また、トヨタはハイブリッド車の分野でもリーダーシップを発揮しており、特にプリウスなどのハイブリッドモデルは高く評価されています。自動車技術の革新、燃費の向上、環境保護への取り組みにも力を入れていて、持続可能なモビリティの実現を目指しています。世界中で幅広い市場シェアを持つトヨタは、日本の自動車産業において中心的存在と言えるでしょう。そんなトヨタが出した EV だったので、BG4X は発売する前から注目を集めていました。ところが、発売直後になって予期せぬ出来事が起こりました。なんと、トヨタの EV 車 BG4X は、2度もリコールされてしまったのです。最初のリコールの原因は、ハブとホイールの接続する部分に、重大な欠陥があり、タイヤが脱落する恐れがあるという問題が発覚したこと。部品の使用方法が不適切であり、ボルトが緩んでしまう可能性があるとのことで、急加速やブレーキの繰り返しによって、徐々に異音が発生すると報告されたそうです。万が一、車が走行中にボルトが緩むとタイヤが脱落して乗車者だけでなく周囲の車も巻き込まれる重大な事故につながる可能性があります。トヨタ自動車は車作りにおいて何よりも安心安全を最優先として進めてきました。この1回目のリコールの原因はそのイメージを損なう可能性があるわけですから開発者は相当慌てたことでしょう。2つ目のリコールは
エアバッグの展開補助用のストラップが正しい位置にない場合があるということが判明したというものでした。この問題を放置していると、正常にエアバッグが展開されない可能性があります。下手をすると、事故発生時に重大な怪我につながるリスクがありますね。リコールの原因になった問題点をどうにかしなければ、ノルウェーで車を売るなんて夢のまた夢です。2022年にリコールを申請してから、BG4X の生産と出荷受注は4ヶ月間停止されました。ハブボルトの問題に対する対策が確立されて、10月になって、やっと生産が再開されたそうです。これにより、トヨタの EV である BG4X の発売は、大幅に遅れることとなりました。しかし、トヨタ自動車は、品質を確実に保証するために、量産レベルの評価だけではなく、設定仕様の段階からの確認も行っていると説明しました。一般的には、リコールが発生してから、遅くとも、1ヶ月以内に改善策を見つけることが常識とされています。急がないと損失が増大し、市場から回収するべき製品が増えたり、工場の稼働停止期間が伸びたりすることがあるからです。ただし、今回のリコール対応に要した4ヶ月という期間を考えると、トヨタが、とても、慎重に問題に対処していたということがよくわかります。しかしながら、BG4X が、市場に徐々に登場してきたところで、次なる問題が浮上しました。実際、この問題が、きっかけで、ノルウェーの電気自動車専門ウェブサイト、エルビル24は、BG4X に失望し、酷評しています。その問題とは、実際の航続距離が発表された値と大きく異なっていたというものでした。公式から発表された航続距離は、2輪駆動モデルが 516km、4輪駆動モデルが 470km でした。ちなみに、日本仕様の2輪駆動モデルの航続距離は 559km、4輪駆動モデルの航続距離は 540km とされています。しかし、エルビル24のテストでは、日本仕様の4輪駆動モデルは公式発表だと、航続距離 540km 進めるはずなのに、実際には 470km しか走行できませんでした。しかも、エアコンを 20°C に設定した場合には、航続距離が 297km まで減少しました。つまり、東京から大阪近辺まで充電せずに行こうと思ったら、名古屋手前で、すでに、バッテリーが、空になってしまうという距離なわけです。この事実を考えると、エルビル24の失望感は、非常に大きいものだったでしょう。エルビル24は、BG4X が実際に走行しても、理論値に近づくことはないだろうと述べました。その理由は、バッテリー容量がカタログに記載されている数値よりも、少ないからとのことでした。EV のバッテリーには、総電力量と消費電力量の2種類があります。総電力量は、バッテリーが理論上充電できる最大の電力量を指し、消費電力量は、実際に使用する電力量のことを指します。一般的に、バッテリーの劣化を防ぐために、実際には、総電力量の 80% しか充電できないようになっています。その結果、消費電力量は、総電力量よりも少なくなることが通常です。BG4X の場合、公表されていた 71.4kWh は総電力量であり、実際に使用可能な消費電力量は 64kWh でした。したがって、宣伝されていた航続距離よりも、実際に走行可能な距離が、かなり短くなってしまいました。ただし、これはトヨタのミスではありません。実際の航続可能距離が 0km になっても、充電場所を探すために、あえてメーター上に表示されない航続可能距離バッファーが設定されていたんです。これにより表示が残り 0km になっても、車は停止せずに、充電先まで移動できるようになっていたわけです。バッテリーの使用量がカタログ値よりも少ないことと、バッファーの設定による要素が重なり、航続可能距離が理論値よりも少なくなってしまったのです。ただし、このような誤解を避けるために、理論値だけでなく、実際の数値も明記するべきでしたね。苦情が寄せられていた問題点は、これだけではありません。それは、急速充電が、1日2回までしかできないことです。急速充電を頻繁に行うと、バッテリーに、
大きな負荷がかかり、寿命が短くなる可能性があるため、1日2回という制限が設けられました。その結果、長距離移動が制限されて、不便さを訴える声が増えてしまいました。これならば、ガソリン車に乗った方がまだマシだという人もいますが、確かに EV の充電の手間を考えると、否定するのが難しいですね。おまけに、バッテリー残量のパーセント表示がないため、残りのエネルギー残量がわからなくて困るという苦情も寄せられました。このあたりは、確かに反省点でしょう。しかし、こういった様々な苦情を、トヨタは見て見ぬふりをすることはなく、真摯に問題点に取り組んでいきました。そして、ここから、トヨタの逆転劇が始まります。まず、トヨタは、リコールが長期間続いていた問題があったので、無料の購入キャンセルを受け付けました。これにより、約 20% のキャンセルが発生したと報告されています。また、エルビン24のテスト結果を考慮して、バッファ容量の設定や、バッテリー残量の表示の追加など、さらなる使いやすさ、わかりやすさを向上させました。そのための改善策も発表されています。結果、改善により、急速充電は、最大4回可能となり、充電時間も、20から30分短縮されました。バッファ容量の削減により、メーター上で、より現実的な数値が表示されるようになっています。ついでに、エアコン使用時の航続距離表示も、実際の時間に合わせたものに変化。指摘されていた問題点は、こうしてほとんど解決してしまいました。このようなトヨタの誠実な対応が功を成したのか、2023年2月のノルウェーにおける BG4X の販売台数は、6位から10位を上げて、3月には、なんと2位になるという大躍進を果たしました。これも、トヨタが苦情であろうとなんだろうと、購入者の声を無視せず、EV の開発に尽力した結果だと思います。課題に対して逃げずに、切実に対応することは、企業としても重要な要素です。トヨタは、今回、EV として、2台の車種を導入しましたが、新社長の佐藤氏は、インタビューで次のように述べています。まだまだ、市場の期待に応えられていないが、今後の成果で立て直す、電気自動車だけでなく、水素関連も含めて、技術開発は全方位で進めていく。トヨタがこれまで販売したハイブリッド車の総台数は、2250万台に上ります。これによる二酸化炭素削減効果は、EV に換算すると約750万台に相当すると言われています。おそらく、テスラの EV 販売台数はこれよりも少ないと考えられます。つまり、トヨタの二酸化炭素削減効果はテスラに劣っていないのです。他にも、水素電池燃料車の開発、燃費向上技術の研究開発、サプライチェーンの持続可能性の確保によって、環境保護にトヨタは協力しています。単に EV を販売するだけでなく、全方位戦略で二酸化炭素削減に貢献しようとしているのです。自動車業界では、全方位から二酸化炭素削減に貢献する戦略を展開していますが、これからの自動車業界がどのように変化していくのか、今後の展開に期待が持たれますね。さて、酷評から一気に売り上げを伸ばして、ノルウェーでも注目されるようなトヨタのハイブリッド車。これも、トヨタが車をリコールされた現実を重く受け止めて、欠点を改善して、世界のトップ企業の矜持を示したからでしょう。日本のトヨタの活躍にこれからも期待したいですね。このニュースには、海外から多くのコメントが寄せられていました。その反応の一部をご紹介します。トヨタがこんなに批判されるなんて珍しいけど、これも期待の裏返しだったみたいね。実際リベンジして、車がめちゃくちゃ売れたんだからすごいわ。本当に売れない製品は反対意見すら出ないよ。トヨタの二酸化炭素削減のための全方位戦略は正しい選択だと思うな。トヨタがこれから先、万が一何か問題が発生しても適切に対応してくれる姿勢が分かったのが心強い。アフターケアがしっかりとしているのは信頼できるよ。いかがでしたか？トヨタの向上心の高さ、販売する車の質の高さには日本人として尊敬しちゃいますね。トヨタは現在でも様々なハイブリッド車を開発して、
販売しています。ハイブリッド車の購入を検討している人は、自分にぴったりの1台を探してみるのがいいかもしれません。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。